大和最大寺駅構内より最大寺建区は奈良県奈良市に辻北町にある近畿日本鉄道の車両基地。電略記号は最大,大寺駅に隣接して設置されている。大和最大寺駅から南東方向に秋篠川と柏原線に挟まる形で設置されている。併設する最大寺車庫の収容車両数は近鉄の車庫では 最多の277両で、配下には新田辺駅隣接の新田辺車庫、近鉄宮津駅隣接の宮津車庫がある。隣接地には、鉄道職員を要請する、運輸部教習所や、近鉄スポーツセンター、JR を除く、国内鉄道事業者では、唯一の直営技術研究部署である、技術開発センターがある。当車庫では、特急用車両と、奈良線、 京都線に所属する一般車両が配置される。奈良線所属車両については、6両固定編成は全車両が当車庫に配置されているが、2.4両編成の一部は東花園車区に配置されている。また、阪神電気鉄道の車両も運用の関係で当車庫に一時的に入庫となる場合がある。2019年4月1日現在の配置車両は以下の通り。 当初の計画では、現在の大和最大寺駅から新大宮駅間の広場に建設予定だったが、建設予定地が、史跡、平城宮跡だったため、現在地に変更された。過去は、柏原線山勝寺駅の付近まで、車庫の一部が伸びていたが、付近をオーバーパスをしている大宮道路と、国道308号の拡幅工事により、大宮道路の北側まで縮小されている。 なお、縮小した分を補うため、宮津車庫が設置された。購入者、鉄道ファン2019年8月号ボリューム59、通関700号付録調査し、大手私鉄車両ファイル2019車両配置表。ありがとうございます。